青い目の極真魂ニコラス・ペタス。10年前遠くヨーロッパから空手に憧れ一人日本に渡り地獄の修行を積む極真選手。空手の世界で着実に実績を積み K-1 という新たな世界へと足を踏み入れた。昨年誰もが恐れるバトルサイボーグアンナと対戦。強大な敵を相手にひるむことなく何度も立ち向かい喝采を浴びた。ペタスは我々日本人が忘れかけた武道家の精神を持つ男である。やっぱ自分なりの試合をちゃんとできてればそれなりに極真精神っていうものを証明できるはずなんですね。精一杯頑張るだけなんです。対するは東ヨーロッパのカンフーマスターピーター・バルガ。極真ペタスに挑むのはカンフーの世界チャンピオン。ヨーロッパ K-1 戦線を荒らす男が日本初上陸。日本の人々、彼の魂の叫びを聞け。大山マスターズ最後の時期です。その闘争本能はもう誰にも止められない。迎え撃つは未知なるカンフーマスター。ただいまより K-1 グラディエーター2001第5試合を行います。ブルーゲートピーター・バルガー選手の入場です。 The Kung Fu Master You can be the Blue Borga For the English You show me the日本初、世界に広がる K-1 ワールド。東欧はハンガリーから新たな K-1 ファイターの登場です。ピーター・バルガが横浜アリーナ初見参です。 K-1 デビューは2月のオランダ大会。スウェーデンの猛者ビルゲンクルトに KO 負けは喫したものの、豊富な格闘技経験を生かしたうまさを随所に見せました。出場予定選手のアクシデントにより急遽舞い込んできた K-1 2度目のチャンス。パンチのうまさを武器に極真ファンファイターに今夜襲いかかります。カンフー世界チャンピオンの肩書きを筆頭に柔道、拳法、キックボクシングと数々の格闘技で頂点を極めてきた東欧のカンフーマスター、このピーター・バルガ。パンチのうまさには定評があります。日本で初めての K のリングに今入場です。レッドゲートよりニコラス・ペタス選手の入場です。 The legend of Ichigeki The history of Kokushin He's gonna get his story again. He's gonna make it continue forever. Where he exists, where the Kyokushin sports exist. Now for the awakening, Nicholas Bates gets in the ring. Kyokushin. この名を背負いリングに立つ以上、空手家として譲れない部分。あくまで空手にこだわって。キックボクサーの牙城を崩すこと、それは極真のニコラスが最後までこだわり続ける大命題。満員の横浜アリーナをぐるりと見渡すニコラス・ペタス。故大山マスターズに師事して早10年、大山総裁最後の内弟子ニコラス・ペタス。宿命を背負った男が K-1 5戦目のリングへと向かいます。その胸には
極真剣、赤い文字がしっかりと染め抜かれております。道着を捨て、今回はこのいでたち、決意のリングへと向かうニコラスです。今宵もニコラスは決して折れることのない心をその拳に、そしてその蹴りに込めて戦います。青い目の極真魂、ニコラス・ペタスリングインです。極真魂ニコラス・ペタス、デンマーク。決闘の場は整いました。谷川さん、はい、このニコラス・ペタスが今回武蔵との対戦が予定されていたんですが、怪我によるアクシデントがありまして、急遽このピーター・バルガとの対戦になりました。そうですね、本人はですね、本当に半分日本人の違う自分は混じってるんだと、はい、だから日本のチャンピオンと戦いたいと言ってたんですけども。そうなんですね、その思いを今日はピーター・バルガ、カンフーマスター相手に爆発させます。ニコラス・ペタス対ピーター・バルガ。今第1ラウンド開始のゴング、グローブをポーンと合わせました。画面右側、ニコラス・ペタス、デンマーク、極真会館。大会前に取材した時には、やはりニコラスが一番気合入ってるように見えましたね。そうですか、右ハイキック、そして右のロー、下段回し蹴りを見せてきます。とにかく空手にこだわった試合を今日は見せたい、そういうふうに話しておりました、ニコラス・ペタス。僕それでいいと思いますよ、やっぱね、ローミドルバンバン蹴って、で上下に散らしてね。そうですね、で動き回ってニコラスらしさを出せばね。空手の生命線と言われております、この下段回し蹴り、いわゆるローキックですが、これを出すためのポジショニング、ここに今回はこだわってきています。ニコラス・ペタス、オランダ修行を完工しました。ボスジムでね、ホーストとスパーリングをやってきたというニコラス・ペタスです。一方左側のピーター・バルガ、カンフーの世界チャンピオンという肩書きを持っております。いや、これバルガ選手ですね、カンフーだけじゃなくて本当、柔道でもハンガリーでチャンピオンになったりとか、6歳から柔道をやってると、あと指導官の大会でも勝ってチャンピオンになったりとかです、キックボクシングチャンピオンなんですよね。憲法の経験もあるというふうに聞いております。なんか武芸百般タイプですよね。そうですね、なんか自力のパワーがありそうな選手ですね。ありますよね。だから右の一発は気をつけた方がいいですね。パンチですか。そうですね、それ見てたら、特にパンチ力には定評があります、ピーター・バルガ、特にパンチは得意だと言ってましたね。そうなんですね。でもね、ニコラス選手今日いいですよ、フットワーク使って。左のローキックに右を合わせてきました、ピーター・バルガ。圧力がありますね。長嶋一茂さんは、第1ラウンド序盤ですが、どんな風に見てますか。いや、本当にニコラス選手動きはいいと思います。はい、キビキビしてますね。去年グランプリの時もちょっとお話ししたんですけど、とにかくもう試合に出たくて出たくてしょうがないっていうのを、もう自分でも言ってましたし。右のストレート伸びてきた、そして右のアッパー、ピーター・バルガ。その思いがね、久しぶりの試合ですから、それがもう最初から1ラウンド目からね、もう気持ち、また体動きに出てると思います。空手にこだわるニコラス・ペタス、軽は右のフック、この右気をつけた方がいいですね。これに気をつけなければいけません。ピーター・バルガ、これが生命線。ニコラスは K-1 戦績これで5戦目になります。ここまで1勝3敗とやや、自分としては納得のいかない結果ということになっております。やっぱりアンディ・フグの後継者としてはですね、やっぱマイク・ベルナルド、ピーターズ、みんなアンディとゆかりがあるんですけど、やっぱりこのニコラスにですね、僕はなってほしいなって気がするんですよね。右のロー内股へ、これはちょっと下腹部に入りました。タイムストップ。ただ内股へのローというのは極真空手でも空手ではね、よく出す攻撃ですが、フランシスコ・フィリオもセコンドで見つめております。ちょっと中途半端だったですね。
もう一つ踏み込みが足りないか。右のローいい角度ですね。右打ち下ろすような右のロー、あれが草選手欲しいですよね。右のフック、さあパンチではピーターバルガにも分があります。右のフック、ロングフック、そして左の膝、大丈夫です、ね、ちゃんとブロックしますよ。ここはブロックしています。ニコラスペダス選手上達してますね。このあたりがやはりボスジムでのスパーリング、その成果が出ています。ガードでは自分としても納得のいくレベルまで達したと話しておりました。どう嫌がってきてますよ。ローキックのダメージがだんだんと蓄積されてきているか。第1ラウンド残り時間の方がなくなってきます。ちょっとバランスを崩しました。右のローキック、ここで第1ラウンド終了です。またなんかニコラス選手にとっては本当にいい経験になるような相手ですね、今日も。そうですね、ここまで4戦 K1 のリングで戦ってきました。その中で徐々に勉強を続けてきております。この K1 のリングに合うような、そういう攻撃、その中で空手を生かしたい、そういう思いがあります。ニコラス・ペタス。バルガもでもちょっとこのやっぱり右の服というのはパワーありますよ ね。これは一発当たれば分かんないですよ。はい、しかしここはガードしっかりしていきました。ニコラス・ペタス、やっぱりバルガ選手はですね、それだけ格闘技でチャンピオンになってますから、はい、もう自力っていうのはすごいでしょうね。そうでしょうね、圧力というのを非常に感じさせる選手です。はい、両腕にはタトゥー、右の腕には宮本武蔵のタトゥーが彫られております。ピーター・バルガ、ハンガリーのカンフーマスター、対するデンマークのニコラス・ペタス。第2ラウンドに入ります。はい、あのニコラ選手右良かったですね。右のローをこだわって打っていきます。左のロー内股、ガードを固めます。あのバルガ選手の右が強いのでもう一歩思い切りあれなんですよね、ニコラ選手が打ち込めないんですけど、余裕はありますよね、はい、よく見てますよね。青い目でしっかりと相手を見据えております。今日のニコラス・ペタス、ニコラスやっぱ安定してきましたよね。安定感が出ましたか、これはスリップです。それと館長どうですか、あのポジショニングを、ね、相当こだわってきたということですが、そうですね、それと本当に K-1 の戦い方に一番慣れてきたのはニコラスじゃないですかね。あ、そうですか、立ち位置もいいですか、今日すごくいいですよ、ブロックうまいし、はい、あのよく見てますしね、楽しんでますよ。あ、試合を楽しむレベルまで来てました。来てますね。右の服をかいくぐっていったニコラス・ペタス、いいな、ハイキック、いいハイキックですね。いい角度で入っていきました。二段蹴り、ミドルからスッと伸びていきました。慣れてくるとね、その空手時代に使った蹴りが使えるんですよね。そこに出すまでの今までは出てなかったんですね。どうしても顔を怖かったんですね、はい、それがもう今顔に慣れてきてますから、慣れから。そして K のリングでの頂点を確実に見せ通ります。あとはもう自分の空手信じることですね。やはりなかなかこう信じていくというのがグラウベフェイトーさんもそうですけれども、そうです、できないんですってね。信じないとね、自分自身信じないと誰も信じられないじゃないですか。その思い、一茂さん、はい、やっぱりその極真魂というものはどうですか、同じ極真で修行されている一茂さんから見て。そうですね、もう本当にこれほどね、まあ、外国の方が、はい、日本の武道というものに対して、ね、でもこれちょっと聞いてるか、バルナが出ます、ここはバルナが出る、ニコラス頑張れ、左の膝、そして狙っている、右のアップ、右のアップ、耐えている、クリンチクリンチ、いやいい経験ですよこれ。ノリカさんもちょっと今ね、悲鳴混じりでしたけど、力入りましたね、ちょっと一発効きましたね、ちょっとね、今激しい指示になります。ちょっと抜いたんですね、ニコラスがね、フット油断しましたか。そうですね、でも前はあそこまで行かなかったですよね。左右のアッパー、そして左のフック、ピーター・バルガ、この辺りからその自力勝ってくるのか。でもニコラス選手の右のローキックも効いてくるはずですよ。左キック、いいですね、ガードの隙をついていきました。左ハイ、ちょっと浅かったですね、やや浅いか。右のロー、下下といって上を狙っているか。今度はバルガの左ハイキック、いい試合ですね。残り30秒になります、第2ラウンド、左のミドル、これはガード、もっとミドル蹴ってほしいな。ミドルですか、うん、おっと、これは下向いちゃダメ、下向いちゃダメ、下向いちゃダメですよ、ニコラスは。ちょっとガードの上からちょっと効いたかもなんですね。ガードをしてはいるんですが、ただバルガ選手ね、徐々にニコラスのローキック効いてますよ、効いてますね、もう一発蹴ってほしい。徐々に肩のあたり、汗が光り始めました、両者。そこで第2ラウンド終了です。ゆっくりゆっくりとコーナーに戻るニコラス・ペタスです。ピーター・バルガの非常に重いパンチ、何かこうプレッシャーをかけてきた第2ラウンドでした。右のアッパー、左効きましたよね、これ効きましたよね、アッパーも前のアッパーも効いてるんですよね、はい、フッ
っと抜けた、はい、そういう話が館長からもありましたけど、あのニコラ先生やっぱり首振って、あの避けようとしますからタイミング合っちゃいましたね、はい、ただここのピンチを切り抜けてニコラスも反撃に出ます、うん、冷静に対処しましたよね。いやいや惜しかったな一茂さん、もうちょっと入ればというところですね。そうですね、この辺がねやっぱスパーリング積んできてる選手のね、はい、強みですよね。実戦での経験が生きています。オランダに渡りスパーリング、アーネスト・ホースとの厳しいスパーリングをこなしてきましたニコラス・ペタス。これから第3ラウンド、ピーター・バルガも相手をじっと見据えております。第3ラウンドのゴング、横浜アリーナ超満員、右のアッパー左フック。ニコラス選手このラウンド勝負だと思うんですけどね。ここで勝負ですが、ここでちょっと挽回しとかないと、はい、右のローキック、序盤はローを蹴ってほしいですよね。バルガが出てくるところ、そこをローでいきたい。あ、いいですね、ミドル。バルガ選手はちょっとやっぱスタミナがだんだん切れてくると思いますんで、はい、表情がやや険しくなりました、バルガです。いや、ローキック効いてますよ。効いてますか。効いてますよね、あの上から落とすね、なんですか、あの空手独特のローキックですね、一旦振り上げるような形で、そうです、角度がある、膝頭の外側に狙う当たりですね、いや、バルガ選手ちょっと右のさっきの、あのニコラ選手の前蹴りがね、ちょっとカウンター蹴りに入ったような感じするんですけど、ね、はい、右ストレート後ろの下、ナイスパンチですね。ニコラスペタスワンツーで、でもあくまでもニコラス選手は倒すとすればローですね。ローキックですか、もう結構足は紫色になってますね、そのあたりが長嶋さん、空手にこだわってきた、チャンスですよ、チャンス、チャンスですよ、チャンス、ニコラスチャンス、チャンスですよ、膝効いています、チャンスですよ。さあニコラス、このチャンスをものにできるか。なんか空手らしい試合になってきましたね。パンチで対抗する、ちょっと緊張からね、このパンチもニコラス、あのアッパー消せばいいですね。右のフック強いですね。そうですね、強い、パワーがあります。ピーター・バルガ、パワーありますよ、右のローキック、こだわり、効いた、効いた、うん、さあこれが極真の蹴り、まずは第3ラウンド1点目のダウン、立てないか、立てないか、立てない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 、ニコラス・ペタスノックアウト勝利。極真のニコラスがこだわってこだわって下段回し蹴り、空手からしい試合です。なんかハラハラさせますね、でも本当になんか感情移入しちゃいますよね、ニコラス選手は。何か本当に鋭いナイフの刃の上を渡るかのような危うさもありましたが、そうですね、ほっと一息笑顔に変わりました。もう本当になんかあの空手らしい試合でしたね。本当そうですね、空手が勝つ時はこういう試合だっていう、そこは長嶋さんに伺いましょうか。はい、いやもう本当に動きもすごく良くなったと思いますし、あの本当に館長おっしゃるように K1 のルールに慣れてきたのかなっていうのが見えましたよね。そうですね、のりかさん、はい、本当にハラハラしましたけれども、ね、苦しんで苦しんで苦しんだ末のこの勝利。そうですね、またこの試合でますますペタス選手強くなりそうな気がしました。いいきっかけになりそうですね、はい、ニコラスペタスが素晴らしい攻撃を見せました。ローキックにこだわったそのシーンです。もうこれは第1ラウンドからずっと打っていたその蓄積がここで爆発しました、はい、そうですね、これに耐えかねて膝から崩れ落ちましたピーター・バルガ。嬉しいですね、極真の下段で倒れて、まさに下段回し蹴りですね、まあ、だけど本当にニコラ選手は感情移入をさせてくれるもう外国人選手ですよ ね、 すね、なんかアンディにフグに似たですね。ニコラス・ペタスは大きなこの K1 での夢がある、そういうふうに語りました。その夢は明らかにして今はくれませんが、おそらく K の頂点を、チャンピオンになってもらいたいですよ、見ているということですよね。本当に優勝してもらいたいですね。久しぶりにこの K のリングで戦って初めて見せる笑顔でした。ニコラス・ペタス、ピーター・バルガを下段回し蹴りノックアウト勝利収めております。バルガー、バルガー、勝った勝ったと吠えながら花道を下がっていきます。